アナツイチハです。今日はピッカピカの泥団子を作ろうということで、ピッカピカの泥団子を作っていきたいと思います。こちらの内容は、団子用土約 50g、 ピカピカパウダー約 12g、 説明書過去この紙が入っています。そして用意するものは水約 10cc、 小さじ2杯、飲み差しがボコボコ、ペットボトルボコボコ、下敷き可燃の板などツルツルした板、私がよく使ってる、なんかちょっと落書きが消えきってないホワイトボードを使います。と、新聞紙、乾いた雑巾か分かんないけど100均で買ってきたタオルを用意しました。まず団子用土の袋をチャックを開けて、水を 10cc 小さじ2杯を入れます。 10cc しか入れないんですね。その土に、水 10cc ってどんなもんだろう、ちょっとなんかペットボトルのキャップぐらいでしょ多分。めっちゃ適当できんのかなこれで、袋のチャックを開けて水を 10cc 入れます。はい、チャックを閉じて写真のように土に水が行き渡るようにしましょう。チャックをしっかり閉じて袋を傾け、土に水が染み込むようにしましょう。土の色がある程度乾いたら粘土みたいになるまで揉みます。揉む。ペットボトルのキャップがだいたい5ミリリットルなんで2杯ですね。本当は2杯だったのにちょっといっぱい入れちゃいました。そう、本当は2杯だったのに1杯しか入れてなくて少なかったんでもう1杯入れました。なんでこれで多分泥団子になります。泥団子さ、頑張りすぎて熱いかも。色が変わったら下敷きまたは粘土に、粘土板に土を出して塊になるぐらいまでこねましょう。え、もう固まってるんだけど、ぎすぎ。ピカピカパウダーです。下敷きまたは粘土板に土を出して塊になるぐらいまでこねましょう。そして手のひらや下敷きの上で綺麗に丸くします。そしてその上にピカピカパウダーを綺麗な下敷きや粘土板や新聞紙の上に出して、ピカピカパウダーを団子全体につけます。で、ピカピカパウダーを優しく払って、少しするとピカピカパウダーのが団子の水を吸って黒くなります。たくさんつけたりムラがあると後で団子にひびが入ったり割れたりします。ピカピカパウダーは薄く丁寧につけましょう。黒くなったらピカピカパウダーを繰り返しかけてあげましょう。新聞紙いらなくない？はい、か。え、出なくなっちゃった、固まりすぎて。え、もうなんかボコボコに、袋ボコボコになりすぎて大変なことになってます。袋、いや出てこない。なんかもう汚いもん。そしてここにピカピカパウダーをつけます。これ丸にしてからピカピカパウダーをつけるね。え、ボロボロになっちゃったん。もうちょっと、水足します。水足そう。え、すごい汚い。何これ、泥水みたいになりました。汚い。まあ、こんなもんですよね。ピカピカパウダーここに載せます。完成らしいですね。完成しました。
これで30分放置したら、もう完成。金玉。完成。これで30分放置します。手めっちゃ汚い。手汚すぎ問題ですね。手も汚いし、周りも汚いし。とりあえず手を洗おうか。とりあえず待って、これ片付けないといけないんですけど、ちょっとどうしよう。お母さんに怒られちゃうんだよね。とりあえずはい、30分経ったら、団子を軽く5分ぐらい転がし続けます。優しく転がしてみましょう。力が強すぎると団子にひびが入ったり変形してしまいます。下敷きが汚れたら乾いた雑巾で拭きましょう。汚れていると団子の表面に傷ができたり欠けたりします。光ってきたら少しだけ力を入れてコロコロしましょう。コロコロにするほどピカピカになります。もっとピカピカになります。ピカピカになりましたね。ピカピカの泥団子です。ピカピカの金の卵になりました。金玉になりました。じゃーん、完成です。わかる？ピカピカじゃない？結構すごくないですか？めっちゃ綺麗ですよね。きなーん。ということで完成でーす。イエーイ。じゃん。やっぱりピカピカの団子を作れると嬉しいです。そして簡単に100円で売っていたセットで作れたので、とても楽しかったです。髪の毛になんかピカピカの粉がいっぱいついちゃって、お風呂に入りたくなりましたね。はい、以上です。ぜひ皆さんも一緒に団子作ってみてください。はい、この動画最後まで見てくださってありがとうございました。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。Thank you.